リクショナリーイエイこんにちはみっちゃんリクショナリーのみっちゃんですホテルえ今回はねえこの間ねリクエスト来たえー、っとねコメントで流星の説明してくださいなってえそれの流星の説明をしたいと思います 流星って言ったらね、たぶん聞いたことある人み、みんないる、大体みんな知ってると思うけどね。流れ星の本名、流れ星さんの本名が、えー、流星になってますって。流星はね、えー、あだ大体いいはね、宇宙ごみとか宇宙の塵がね、えー、地球のところに接近して、大気の、地球の大気が分厚くてね、それで燃え,燃える。 蒸発してるのがえ流星ですそれがこう高速でピュンっていってるんでそれが青く見えたり白く見えたりね、まあ、ニュースとかでさほら接近するときにさ「え何な座の流星群が接近したよいやするよ」とかね「こういや接近しますせ」言うてねまあそんなでまあ下に落ちてくてもそんなちっさいチリだから大丈夫ちっちゃいからねまあ落ち,落,ち落ちない方がね環境にいい,い,いけど 環境に、まあ、落ちない方がねまあ周りの人にはいいけど、ねえー、ほらニュースでやるもんねほら今日の天気はこれぐらいだよ節度はこれぐらいだよとかねまあこれ最近コロナウイルス流行ってるからあんまり外でうろちょろしないように気をつけましょうであ前ね水星ってほら一つ前かな、ねえー、ご紹介したよね水星はね 水星の方がまだ大きな天体です。大きいね。何百メートル近くかな。まあ、それぐらいの大きさね。えー、多分ね、流星はね、何、何十メートルとかだと思う。えー、次ね、ハレー彗星が接近するのは2060、えー、年頃60年頃です。みっちゃん生きてます。多分。<laughs> えー、みっちゃんが60歳頃かな。 ヘールポップ彗星がね、接近するのは4000年頃です。地球の磁場が発展してるとき、反転したとき、反転したらね、方位磁石が反,転にあ反対になるよ。そういうことはまた次回ね、えー、ご紹介します。では、さようなら。